戦いに勝利した後、天帝の身を案じる王龍は天帝の居城へと潜航。復帰も人海の英雄。やがて彼らが目にしたのは城内に満ちる魔物の群れだった。その忌まわしい光景に復帰急がなくては、また同じ後悔を繰り返すことになる。復帰は人海の英雄。城中から魔物の旋律が響いております。それもこの城に魔物があふれるなどありえぬ。天帝の御身に何が。それはどういう。悪用を防ぐため、一部の者しか知らぬことじゃが、神教は本来魔性を封じる道具。天帝はだが神教とて万能ではない。強すぎたり数が多すぎ。ここが魔物で溢れているということは、天帝は神教を使えぬ状態にある。つまり何者かに襲われているか、あるいは。ならば王龍様の身も危険ですね。早くお二人の無事を。うん、急ぎ城へ入り。私の旋律をお役立てください。天帝の御座所に急がねば。こんなにも魔物が侵入していようと、一刻の猶予もありません。待てよ。ここで口当てろ。橋が上がってしまった。魔物が侵入を防がんとしたのか。てくれるの。その強さ、マシ以上かもしれん。よし、これで進めよう。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。終着至極に存ず。御座所へ向かう道も閉ざされておるか。ならば南へ回るぞ。働きじゃ。
します。しておりません。すでに天帝のもとにおるんじゃ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。オーリオよ、今のお声は天帝か。やはり御座所にいらっしゃるよ。オーリオの一緒か。この先こそが天帝の御座所。何故魔物どもが守っておるんじゃ。天下無双の名、私が頂戴いたします。やめよ王龍、これは魔物を封じる心境ぞ。まだそのように俺たちをたばかるか。このようなものがあるからならぬ。天帝、おう、いや、あの姿は。ここで戦わば天帝の御身が危うい。みんな、ここは引くんじゃ。承知しました。天帝を守りしつつ城を脱しましょう。元の姿に戻せぬ以上、戦うほかあるまいだ。哀れなやつよ。我を引かせるとは、次が楽しみだ。前回の奴らを逃がすな。Come on.
はなりませぬぞ。少しの間お休みくだされ。本部は我らがお守りいたします。少しは動けるが先へ進もうぞ。さすがの働きじゃ。やってくれるの。その強さわし以上かもしれん。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。着地獄に存ずる。安全な場所へお連れし、お休みいただこう。我々の勝利です。天帝は倒れておしまいになりましたが、オロチの正気で消耗されたのじゃろう。息はある。お主らの力があったからこそ、どうにか礼を言うぞ。天帝のお命があるのは、いえ、しかし王竜がオロチだったとは。神境に封じられた多くの魔物の力により、あやつはなぜ王竜神境を狙うたのか。王竜様は魔物の殲滅を望まれていました。知っていたとしても何か大きな理由があったのでしょう。今となっては聞くすべもあります。ところでオロチはどうするのですか。このまま野放し。歴史がわしの記憶のままであれば、奴は破壊。わしらは長き時間をかけて戦い、幽閉した。今回は天帝がおられるが、戦界を放ってはおけません。復帰様、私たちにも手伝わ。そう言うてくれるとはありがたい。すまぬが。希望です。お主ならだ。